さあ、皆さん、こんにちは。ノッツォでございます。ということで、今回もポケモンレンチャーやっていきたいと思います。ということで、今回やっていくのは、前回ですね、スペシャルミッション、海洋ガー、グラードン、レックーザを捕まえたんですけども、まだね、僕、図鑑が全部埋まっておりません。キャプチャーできてないポケモンが、何種類かいるので、そいつらを今回捕まえたいなというふうに思います。まあ一応、調べたら38種類のポケモンを捕まえてなくて、それらを、キャプチャーしていきたいなというふうに思います。どういったポケモンが捕まえられてないかっていうのは、まあ一応編集で出していると思うんですけども、これだけ、捕まえてませんよと。で、上から順にね、捕まえていこうかなというふうに思いますんで、早速行きたいなというふうに思います。行きましょう。あ、いた。ウツボット。こいつですね。せっかくお前。俺が捕まえようと思ったのにお前。なんでエンカウントできやんねん。気づかれたらあかんのか。行くぞ。よっしゃ、来た。いや、来たけど邪魔なやついるんだよな。これは、ちょっと待って、いや、糸丸じゃ意味ねえんだよ、こいつら。こいつを捕まえよう、まず。オッケー。マグマルシ。まあ、でも、ウツボットは捕まえたから、こいつは別にいいのよ。俺、しかもこれはマグマルシずっと俺、まっすぐ待って言ってたような気がするわ。さあ、ウツボット。大きな口から毒液を撒き散らす。地面で広がる毒にも要注意。ということで、一匹目はね、ウツボットでございましたと。あ、待って抜け人がいる。こいつもね、捕まえてないんですよね。これ順番に行くっつったけど、その場所で捕まえてないポケモンをちゃんとキャプチャしていこうか。ゴーストだ、ゴースト。で、抜け人捕まえてなくて、鉄火人捕まえてないよね。姿を消したり表したりするキャプチャーしにくいポケモンだ。まあ、全然そんなことなかったけどな。おそらくこの藪の中に、奴が眠ってるはずなんだよね。わかんないけど。調べる限りは、奴が眠ってるはず。いやー、来たー爆、そうそう、こいつ、爆粉。爆粉も捕まえてなかったんですよね。この爆粉は大事にしていきたいな。多分、炎3でしょ。多分今後いると思うんで。お前は大事にしたいんだ。オッケー。さあ、一丁上がりと。まあ、Y にかかれば爆粉も一丁上がりよ。背中から吹き出す炎をとても強力で、鉄くずなどを燃やす。この岩の先になんかね、あれがいるらしいんだよね。カメール。多分ね。で、スピア捕まえてきたんで、被爆弾して。で、鉄火人がマジどこにいるのかわかんないな。なんかこの辺にいるらしいんだけど。あ、来た。これ。カメールも捕まえてなかったんですよね。野生のカメールが。普通に捕まえられそうなら、あ、行っちゃったな。楽勝、もうプロよ、俺は。伝説捕まえてきてんだから。水の塊を発射してくる。体は小さくても力持ち。多分ね、この大きい木のこの藪の中だと思うんだよね。ストライク捕まえてきたから、壊してもらって。ここじゃなかったらもうわかんないな。鉄火人。お前はどこにいるんだ。鉄火人。いや、若者もかい。あ、出てきた。真ん中の大きい木ってこれか。迷いの。お前さ。お前どこ行くねあの野郎。たるいのにね、お前。大きい木揺らしてお前出てくるっていう、なんかよくわかんない。いや、ああ、よかった。糸丸と一緒に。まあ、虫同士仲良くやろうやっていうことやろうな。早すぎてよ。終わった。よっしゃ。オッケー。ここでは多分もうこれで終わりかな。ライラの森の、迷いの森。ライラの森で捕まえられるポケモンはこれでラストかな。激しく羽を震わせながら、目にも止まらないスピードで飛び回る。パラセクトはそうや捕まえてなかったな。
これで捕まえられるらしいわ。大きなキノコがパラセクトだった。ありがとう、オスバメ。まだ捕まえてないんだよね、こいつね。洞窟ですね。クロッカトンネルってところですね。まあ、ここから、まあ、いろいろと始まったんだけど。飛行でいけるかな？テッカニーの力を借りてね。ふざけんな、お前。ちょ、待て。お前、浮き上がれよ。お前、浮き上がれ。よしよし。それでいいね。お前はそれでいいね。よっしゃー。パラセクト完了と。体を揺さぶって胞子を撒き散らしながら攻撃してくる。さあ、ここなんですけど、ここになんかね、なんかあるらしいんだわ。このツタ、越えた時。だからまあ、不思議そうとか捕まえに行ったよね。こっち側にいろいろとあるらしい。これ降りたら死ぬよな。これ降りたら最悪なんで、このまま行きましょう。レアコイル。柵？あー、これね。怪力。柵は無理だけど。柵の奥にダクトリオいそうだな。まあ、とりあえず、この落石をボコすかボコすかして。あー、ダクトリオいたわ。普通にいた。よし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 。どこにいんだこいつと思ったんだけど。いてくれて。助かりましたね。とりあえず、ディグダーを先にあれして。ちょっと待って。こいつ、潜ってるだけなんだよね。足止めたいんだけど。じゃあ、ラクドリオ像みたいなのがね、これ入った瞬間にあるんだけど。時々土の中から頭を出すがすぐにまた潜ってしまう。オッケー、今度柵をね、壊すためにストライクまた捕まえてきたんで、ここ壊しましょう。というかもう Wii U のパッドの充電がやばいから、ささささっとやらないとやばいんですけど。どいて、どいて言うてん。あー、これか。ハリテ山。ちなみにカイリキーなんだけど、ハリテ山がめちゃくちゃいた。部屋があったと思うんですけど、あそこに一匹なんか死んないけど湧いてたわ。あれかな、ハリテ山道場にいたやつなのかな。これ壊す岩間違えたら通れないとかある。よし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 。通り道はここだよな。まあ、ハリテ山はこの付近のやつなんで、何度でも捕まえられるっちゃ捕まえられるけど。ありがとうね。え無理じゃね？無理じゃね？怪力早。渡れなくね？さあ、残り2個ね、壊せば多分大丈夫だと思うんで、これ4つ全部壊す必要ないっしょ。だから、改めて、ハリテ山と、カイキング、カイリキーを、頑張ってきました。カイキング行ってこい。行け、カイキング。カイキングに壊してもらいつつ、この先にね、なんかいるらしいんだよね、あいつが。あー、カイにも必要なの？もう、息しか俺持ってきてねえけど。まあ、ええか。やべえ。大丈夫かな？ああ、お前いるんだ。ええ。やはははは、レジスチルいる。すげえ。いや、俺さ、グラードンとかは、正直置いて変えようかとかレックスだ。でもレジ系はもうすっかり忘れてた。で、何この黒い玉。えぐ。待て。それは聞いてまへんがな。これさぁ、ちょっと待って。痺れ効かねえよな、こいつ。黒い玉どうすんの、これ。えぐい時間かかるやん、これ。ちょっと待て。なんなの、その、黒い玉。一旦、ポケアシスト、かましいの。いや、即、俺、アチャもいけないかな。
いやー、ちょ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 、黒い玉出されるときついんだって。これちょっと無理やぞ、これちょっとちょい無理だ、これちょい無理だ、ちょっと待って。さあ、準備してきましたよと。再戦っすね。ポケモンなんですけども、まあ、マイナン、まあ、ハリティヤマとか、鋼はハリティヤマでいけるかなと思ったし、まあ、ニョロ像は無理かな。鋼、今一つか。ちょっとその辺がよくわかんないんですけど、とりあえず、このゲージを全部貯めよう。マイナンの。マイナンの最大火力を、こいつに食らわす。で、この、なんか、ボーリングの弾落としがなくなってからじゃねえと、こいつ、無理やろ。ちょっと、終わる気配ねえけど、こいつ動き止めれば大丈夫なんか。どうなんや。あ、普通に行ったわ。なんで、何のために俺準備してきたんや。まあ、ええか。絶え間なく鉄の塊を振らせ続け、キャプチャーを邪魔するぞ。ここか。ここ、うっすらわかんねえけど、壊す場所あるわ。この壊す場所の先に、フォータスがね、いるらしいんですよ。うわ、これ、色がもう、なんかもう、そのまんまだからな。オッケー。あれ?キルリアしかいないけど。ああ、そうか。ここだ。あ、いたいたいた、コータス。俺の上だ。このツタの上。うわははは。黙々黙しとんね。キルディアは、あれはあれだったのか。壊す場所にいたいもん、普通にね。あかん、これ噴火系だ。どうしよう。まあ別に、これニョロも使ってもいいか。ニョロとね。二段構えする。リザードン捕まえた時の。リザードン捕まえた時に二段構えする。そんな必要はないし。そんな必要はなし。オッケー。これで、ここの洞窟のポケモンは全部、捕まえたかな。甲羅から出る煙が消えたら炎が吹き出す前触れだ。で、この下に行くと、そう、パルナの洞窟に出ると。これすごいよね。これ、あれなんですよ。あそこ、あそこ。クロバットめっちゃめっちゃいる。燃やさねえといけない場所がある。やめてもう、これ、ほんま、うっとうしいから。おい、長時間すぎない、これ。あー、オッケー。あかん、かん、かん、でかい、でかい、でかい。範囲がでかいんじゃ。ザッハッハッハ。違う。コータスの氷、コータスがな、あの氷壊せたらな。超めんどくせ、こいつ。あ、いた。これ、アブソル。アブソルもいるというのは聞いてました。あ、わ。あー、分身系か。分身系ですか。いや、もうらしいあかんわ。普通に。マイナンで痺れさせて。キャプチャーした方が早いな。オッケー。これでアブストルゲッチュと。分身で惑わせて襲ってくる鋭い鎌は何でも切り裂く強さだ。さあ、バシャーモン持ってきたんでね。バシャーモンは、なんかあの、この洞窟あったじゃん。さっきのクロッカ洞窟だったっけ?トロッカル洞窟だった。洞窟、トンネルク。なんかあったじゃん。あそこのなんかホルシティ側の入り口付近にね、いるんですよね、ばあちゃん。なんで連れてきました。これで?あーってここに出るんだ。へえ。なるほど。ここも壊さねえといかないよね。あはは、バックオングいる。こいつはなんかクリア後に現れるらしい。まあ、そういう系が多いね。どうぞ。まあ、まずゴニョニョをキャプチャして。うわぁ。これは普通にもうこれ、ニョロゾでやった方が早いな。
よし、オッケー。泡二段はしなくていいか。オッケー、ナイス。さあドゴーム、ドゴームじゃなくて爆音具ね。強烈な騒音で邪魔をしてくる。その間はうるさくて何もできないぞ。さあ再びね、バシャームを捕まえてきたんで、ここを壊しましょう。こっちに何があるのか。ナイスー。めちゃくちゃでけえわ、みんな。この頃には俺の手持ちかと思っちゃったわ。砕き、これは何？落ちればいいのか。いや、これなんかあるのかもしんないな、砕いたら。なんか特別な場所に落ちられるみたいな。え、違うのかな。とは、こっちのやつも壊してみるか。ちょっと張り手山使うのもったいないかなと思って、ちょっとゴローニャで代用してるけど、別にええよな。なんもねえわ。ってことは、この穴だわ。あーりんろりんろー。鶴の鞭、またいるん、これ。よっしゃー。不思議そう。持ってきたべーっと。俺、もう一段いるとか言ったらもう、ちょっと無理だな。ちょ、待って待って。わかんねえ、この先に何があるのか。大丈夫か。あ、来たー。レジャー、かわいい。さあ、レジャーアイスさん、対戦よろしくお願いします。まあ、氷、こいつも格闘だよな。あれ？柱、えぐいな。ちょっと待てよ。止めないと話になんねえ。あ、12か。一旦、足止めて、足止めると、なくなんのかい。これいけるかな。ああ、いけそうなのに、ああ、いけそうなのに。ちょ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 、時間ねえって。柱、こいつも、一緒だな、やつと。いや、でも、止めて、いけそうだった。あ、来た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 。危ねえ危ねえ危ねえ。OK。冷たい両手を地面に突き刺し、氷の柱を次々に生み出す。すごい厄介だったな。あ、ラフレシアっすね。これ、チルタリスをね、捕まえてきてるんで、やりましょう。出てこいや、こら。大きな花はラフレシアだった。ありがとう、チルタリス。で、謎の草も臭い花もこの系統なんだよね。毒ガス撒いてくるけど、大丈夫かな。捕まえられるか、これ。8。いや、毒ガスの撒くペースが早すぎる。ちょっと待て、こいつ手強いな。いや、効かねえかな。さすがに草だから効かねえか。多少聞けば。いや、いや、いったらナイス。結構無理にいったけど。さあ、臭い花。頭の花の中心から花粉をたっぷり吹き出すのだ。で、ここなんですよね。前ちょっと気になっていけなかったじゃん。あの、炎がなかったから、確か氷かなんか壊せなかったんだよね。で、またバシャーも捕まってきたんで、今回はいけるはず。で、ニョロも、ニョロゾを使いますよ、と。OK。使って、使って。よし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 。ニョキ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 。伸びて。綺麗な水のおかげで、ぐんぐん成長した。それは良かった。で、この先に。あはは、曰くこれもレジスチル使うか。本当はさ、レジロックも並べたかったんだけど、まあ、まあ、ええでしょ。そっかそっか。で、ゴース。あかん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 、レジアイス奪われるのは良くない。
何でも奪うやん、こいつ。よし。オッケー。で、バシャーも。ちょっと待って、早くしてくれ。溶かしてくれ。ナイス。もう本当にバシャーもは氷溶かし専門みたいな感じになっちゃってるわ。いけ！ナイス、危ねえ。レジアイス。よしよしよし、レジロック。行くぞ。本当はレジスチルも鍋でやりたかったけど、草ならいけそうだけど、一旦ゴースで様子見るか。うーおら、いけるか。ナイス。一番簡単だったこいつ。何も見えなかったぞこいつの攻撃。大地を揺るがすようなジャンプの後、大きな岩が降り続ける。おお、メタグロスいるぞ。厄介やな。うわ、側近が厄介だこれ。どうしよう。何それ。なんかゆらりな感じの、ゆらりっすねそれ。ちょ、子供たちいんの邪魔すぎるなこれさ。効かねえよな鋼ってさ。どうしよう。まあちょっとメタングが邪魔すぎる。よっしゃ、一応メタング飛ばしての。お前ら何ができんねん。エスパー浮かせる。こいつ浮かせる。浮かせねえかさすがに。あ、浮いたけど一瞬だこれ。ゴーストで、あ、もう全然効かんやん。25。バカなんか。いや、これさ、無理だな、これ。まあ、いや、効かねえよな。25は無理だ、これ。一旦、帰るしかないと思う。これ一番、こいつ一番多いわ。一応、放電やってみるか。あー、放電一応、あー、最大火力。でも間に合わんよなー。こんなもん。いや、間に合わんわ。岩タイプも無理でしょ、多分。氷なんていけないよね。うわ、鋼でしょ。炎だよなー。これ一旦帰るか。ちょっとさー、一応バンギラスが途中にいたから連れてきたんだけど、こいつ悪なんだよなー。いけるかな。悪ってなんか伸ばすだけじゃなかったっけ、まあ、よくわかんないんだけど。いける。エネルギー、これ意味あんのかなっていう。2倍の長さになったみたいな。違う、関係なさそうこれ。結局こういう攻撃だもんな。いや意味ねえな。氷も効かねえだろうし。あー、無理だよな。その攻撃なかったらな。その攻撃なかったらワンチャンあんのにな。無理。もうちょっとこう遠いとこからこれやるとか。オッケー。これどう？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 来た！これバンギラス様々だな。悪タイプをちゃんとこれ有効活用できたんじゃないか。ラインの長さが5伸びた。いや、バンギラスありがとうだ、マジで。強力な光線を出す。当たったらひとたまりもない強さだ。あ、謎の草っすね。ダーテング持ってきたんで。頼む。で、臭い花も、このサマランドのジャングルにいるんで、回収したいなと思うんですけど、まずは謎の草を、ショルか。仲間に、やった方が、エントちゃいまっか。よし。楽ですね。頭の葉っぱを鋭い切れ味
木などを切ることもできるのだ。ははは、普通に欠勤が歩いとる。そんなバカな。よし、臭い花来たぞ。よしよし、謎の草、臭い花、ラフレシア。謎の草はちょっと途中で分かれたわ。臭い花ゲッチュするべいっと。野生の臭い花だ。あー、こいつラフレシアと一緒だな。いい、ラフレシアとそんな変わんねえな。7でしょ。臭い花7でラフレシアの8。全然変わんない。臭い匂いを吹きかけてくる頭だけ地上に出してることがある。おー、メガニウムいるね。よし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 。捕まえるぜ。お、2世代の、奴らは、一番上のこいつらとかが全然いなかった。24。えぐ。いけるかこれ。貯める時間があるか、いける。あぶねえ。ソーラービームだよな。貯めの時間があってよかった。口から勢いよく放たれるビームは破壊力抜群だ。さあ、懐かしき下水道、下水道？地下水道か、地下水道来ましたよと。で、前回燃やせなかったんですけど、これ燃やします。また、バシャーモンですね。バシャーモン、爆破するとこにいるからさ。もうこういうのはもう全部バシャーモンにやってもらいましょうということ。ラッタ。レアコイル。ちょっとどいてくんねえか、お前。早っ。逃げんの早いんだけど、こいつ逃げる方向が。わー、どうやってそれ大台で行くの？あ、ここ登るのか。あ、簡単だったわ。よしよしよし。あ、メガニウムっつったら大台でしょ。まあ、ここはメガニウムの力借りて大台をしょるか。何それ。水玉は。メガニウム様々でございますと。これでバグフもメガニウムも大台でもゲッチュ。吐いた水の塊はものすごい威力で岩を重く砕いてしまう。おお、ははは、ポリゴンだ。うっすらと見えてんだ、これ。こんなうっすらな感じなの、こいつって。これ、ちなみにあの工場ですね。あの、スライダー作ってた。ゴーゴー団の。姿を透明にして見えなくなり、相手を混乱させて邪魔をする。お、ゴースト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 。よし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 。これも工場ですね。まあ、ゴーストは何度も、消えんといて。あ、くそ！また消えやがった。許しませんよ。いや、消えんの、お前。こいつは意外に無害なんだよね。消えるだけで。どこでもいいよ。来たー。オッケー、ナイス。ポリゴン可愛かったな。映ってる絵のポリゴンがめっちゃ可愛かったね。消えたと思うと仲間のポケモンの後ろに現れて連れ去っていってしまう。あー、来た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 。ゼニガメだ。そう。あのね、申し訳ないんだけど、この、多分捕まえてないリストの中にこのゼニガメ入れんの忘れてたんですよ。だから、捕まえてないポケモン全部で37匹だったわ。ちょっとカメールとオーダイルの間空いてる、とかカメールとオーダイルところに空いてる。まあ、R076 が、ゼニガメです。ほっぺたを膨らまして水を発射、小さな火なら消すことができるぞ。よし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 。さあ、ということで、ですね、あらかた捕まえたんですよね。フィールドで出現する、ポケモンは、一匹を除いて全部捕まえたと思うんですけど、あとはなんかチャレンジ系あるじゃん。海で、ラプラスに乗って、ポケモン、キャプチャーしてスコア稼ぐやつと、ドードリオに乗って、ドードリオだったかドードだったか忘れたけど、に乗って、草原のポケモンをキャプチャーしてスコア、を競うやつ。で、ここのアリーナをちょっとやらないと、なんか、その、草原の方で出ないポケモンがいるみたいなんで、まずこれをやっていこうかなというふうに思います。はい。キャプチャーアリーナへようこそ、現在のハイスコアは5万点。これを超えないといけないらしい。超えないというか、5万点いかないと、なんか無理らしいんで。
ようこそキャプチャーアリーナへ。あなたもキャプチャーの限界にチャレンジしてみませんか？どう？キャプチャーアリーナに参加してみない？参加します。参加受け付けました。会場の方へどうぞ。これやんのは初めてなんで、まあこれも乗っけると思うんですけども、どんなもんだったか覚えてないわ。俺の名前は MC アリーナ。言葉遣いは少し悪いな。ようこそレンジャー、待ってたぜ。ようチャレンジャー、始めるぜ。みんなフィールドを見てくれ。そこにビシッと立ってるのが今回の挑戦者、レンジャーノッツォだ。ところでレンジャー、キャプチャーに挑む前にこのキャプチャーアリーナのルールを聞いておきたいかい？まあ一応聞いてみよっか。オッケーレンジャー、ルール説明いってみよう。次々現れるポケモンをどんどんキャプチャーしていくだけ。キャプチャーしたポケモンにはそれぞれ点数がつくので、その合計点を競い合う。それがキャプチャーアリーナだ。一言で言えば目指せ新記録。スタイラのエネルギーがゼロになるか、それとも制限時間がゼロになれば終了だ。どうしても途中でリタイアしたい時にはスタートボタンを押せばいい。高得点をゲットするコツもあったりなんかしちゃうから、早くそいつを見つけなよ。ああ、自力でね、アドバイスで教えてくれるわけじゃないのか。準備は OK。 おっと、その前に現在の最高得点はハヤテのなんと5万点って、どんだけキャプチャーしたのって話。それじゃあ行くぜ、新記録達成目指してキャプチャーゴー。要は結局は同じことをやれってことやね。つまりはね。いや、待て、こんなところでつまずいてる場合じゃねえんじゃないか、俺は。こんなところでつまずいてる場合じゃないんじゃないか。オッケー。300点。5万点ってどんなもんよ。ジグザグマやばいやろ。何回やれば、次から次へと降りてくるから、それをどんどんキャプチャーしていかないといけない。お、ナイス。キチューは、優しめってことやな。キャプチャー数5匹。どう？ 5 万点とか、先の先っぽいけど。これやんねえとさ、草原出ないってどういうことなんや、マジで。やばい。オッケー。ツバメさんですね。いや、まだ軽いからいいけどな。なに？なんかボス的な。あ、サイドンか。痛い。頼むわ。オッケー。これで2分間の間にタッチしてください。はい。時間制限あるよね。パラス、フィールド変わるのおもろい。スタイラーが、あ、まあでも俺47もあるし。あ、回復してるこれ。ステージ入れ替わったことによって。わかんないけど。つぼみさん、回収して。で、ピチューは、すごいラッキー。うわ、若者もめんどくせえ。OK。あと、これの5倍やんないといけないの。ちょ。5倍は、えぐくないか？5倍はえぐくないか？で、これ20匹、多分10匹ずつになんかボス的なやつがやってくるんじゃねえかな。そういうわけじゃねえのか。俺結構、キャプチャーしてるつもりだけど。あ、来た。ボス。やっぱ。いやー、くそ。13,800 点なんだけど。全然まだまだってことやんな。はい、ここでタイムアップ。調子はどうだった？悪くなくなくないんじゃない？とりあえずレンジャー、結果の方はこんな具合。キャプチャーしたポケモンの合計は22匹。そして合計点は13,800点。ありゃりゃ、残念。新記録がお預けだ。どうだいレンジャー、もう一度キャプチャーアリーナにトライしてみるかい？もうちょっと頑張ってみるか。さあ、ランクアップしたぞ。ゴーリキー超えたわ。ゴーリキー超えたから、多分じゃこれなんか回すとレベル、プラス4。変数かな？わかんないけど。あ、キャプチャーするとこれ、時間増えてってんな。ちょっと伸びてるわ。いや、これで5万点いきてー。5万点いきてー。いける？いや、ピチューはラッキーアイテム。あ、なるほど。
これ時間か秒数、これ秒数だ、このプラス何っていうのは多分秒数だと思うんだよね。じゃあキャプチャー視力ってこと、やべやべやべ、時間的に厳しい。いやまだまだ前だと思うんだけどな。いや待て、ちょっと秒数伸ばす。 OK、 どう、ダメか、くそー3万点あと2万点いや48秒で無理やろ絶対に。オッケー、ベトベトン回収した。まあでもさ、5万点にはさ遠いんだよな。いやキモリとか早くてやばいっしょ。そんなことねえな。いやキモリのオンパレード、クソ時間が足りねえ。もう少しっぽいのにな。よしよしよし、時間を、いやー厳しいか。いや怒りざるじゃなくて、うわー、ピチピチ頼む、ガーくそ。
た !5 万点まあめちゃくちゃギリギリだけど、まあ、5万点いったわ。無理、結構なんかね、調べると結構ランクあるみたいなんだけど、俺には無理だわ。プロとはいえね。47匹、52,100 点、これ限界です。調子はどうだった？悪くなく、なくないんじゃない？とりあえずチャレンジャー結果の方、こんな具合。キャプチャしたポケモンの合計は47匹、そして合計点は52,100 点。おー、マイレンジャー、すっげえやつが現れた。ハヤテの記録を抜いちゃったぜ。どうだい、レンジャー。もう一度キャプチャーアリーナにトライしてみるかい？いや、いいっす。まあ、これによって、現れるポケモンが存在すると。ということで、そいつをね、捕まえに行きたいと思います。あ、待って、隠れ音だ、隠れ音。草原チャレンジに隠れ音がいるということを聞いてたんですけど。どう？ちょっと待って、待って、オーロラビーム的なことしてきてるんですけど。ちょっと、痛いな。OK。ナイス。ちょ、見えねえけど、隠れ音ここにいますっていうね。ポリゴン2みたいな。あ、ヤドン！あー、ヤドンいたのに。あ、待って、どうどりよ、ちょ、来いよ、お前、どこにおんねん。ちなみに、こいつが、あのアリーナで5万点以上出すと、出てくるポケモンでございますね。まあ、ハヤテの相棒じゃねえよ。こいつじゃねえか。こいつは、あれか、ここの点数が、5000点超えたらだ。で、5万点のやつは違う。鬼ドリルだ、あいつは。まあ、捕まえられたらいいんやわ。ちょ、早すぎてもう、お前、やばいやん。これ、ジョーのあれなのかな？ちょ。ナイス、危ねえ。ジョーの鬼ドリル、違って、ドードリオなのかな？ものすごい速さで走り飛び上がるので、キャプチャーすることが難しい。めっちゃ難かった。エアームどいたこいつはなんかクリア後に登場するらしい。これはあの人だね。あのウィンタウンの女の人が使ってる相棒っすね。みんな軒並み早すぎるんだよね。なんだ早くて草。ちょ、そんな上で構えられたらさ、俺キャプチャーできないじゃん。お前、空気読めよ、お前な。時間は有限なんだぞ。お前、この後にまだ捕まえないといけないポケモンがいっぱいいるっちゅうのに、お前。舐めやがって。ちょ、お前、逃げんな。逃げんじゃねえ。はい、寄ってこい。寄ってこい、こら。俺が捕まえてやっから。エアームド。優しく囲むという、これ、エアームド。ちょ、待て。いや、超むずいぞ。いや、なんでそんな超むずい設定にしたんや、こいつ。うわ、はははは。あ、来たははは。まあ、胴取りを並みに超むずかったな、こいつは。低いところから高いところまで空を自由自在に飛び回るポケモン。あ、どう、来た。ちょっと逃げんな。こいつはね、なんかね、キルリアをまず2体確保してから、サーナイトを出すんですよね。で、サーナイトを2匹キャプチャーすると、このドードがね、出てくるらしいんですよね。それの過程でなんかどんどん増えてくっていう。今、ドード俺乗ってんのにドードをキャプチャーするっていうね。安定した力強い足取りですごいスピードで走ることができる。あ、いた、いや、ヤドン。こいつもさっきと同じで、ケイシーを2匹捕まると出てくるみたいな。ポケモンらしい。ヤドンは、なにそれ。やる気ねえな。やる気ねえな、こいつ。あれだね。イマチだっけ？なんか、先輩のポケモンっすね。ぼーっと佇んでいてたまにあくび。なんともの んびりしたポケモンだ。あ、いた、鬼ドリル。こいつっすね。ちょ、早く気づいてくるね。こいつが、キャプチャーアリーナで5万点脱出と、まあ、ハヤテに勝つと、出てくるポケモンですね。え、これ、バネブオンリーじゃねえとダメ？じゃ、バネブと一緒じゃないとダメってこと？
いやでも無理だよ、バネブ。いや、なんでお前そん、ちょ、当たってるやろ。ああ、よかったよ、よかったよかった。こいつが5万点の男なんで。うわ、早っ。あ、でも早いけど、一旦止まるな。風は打ってほしいけどな。オッケー。で、これで草原チャレンジで捕まえられる、まあ、俺が捕まえてないポケモンは全部捕まえたかな。素早い動きで空中を飛び回り、風を起こして攻撃してくる。まあ、こいつあれですね。ハヤテの相棒なんでね。ハヤテが5万点出して、それを超えたら鬼ドリルが出るっていうのは、なんかちょっとエモいのかな、どうなんだろう。これをエモいっていうのかわかんないけど、エモいよね、っていう。あ、来た、マンタインだ。よしよしよし。今度会場キャプチャーですね。マンタインはですね、鉄砲を3匹捕まえることによって、出てくるという、ポケモンでございますと。マンタイン3匹。マンタイン3匹で、鉄砲3匹。鉄砲自体そんなに難しくなかったからね。ただ、回転させておくだけで捕まるような。ちょ、むずいぞ。来たー。よし。だからチャレンジ系はね、こういうなんか何匹捕まえて出現するっていうポケモン結構多くてね。大きな体で海面から飛び出すと勢いをつけて突進してくるぞ。あ、スターミーいる。スターミーは、あれだ、人では2匹キャプチャーすると現れるらしい。まあ、コイキングもいるわ。ちょっと、スターミーだけキャプチャーしたいな。コイキングはもうおまけっすね。くそ、コイキングが意外に邪魔。ちょ、コイキング。よし、これの時、やりやすいか。いやー、スターミー結構むずいぞ。人出番が簡単な割に。ちょっと逃げる前に、お前キャプチャーしたいわ。いやー、最後のチャンスだったかもしんないのに。ちょっと持ち方が、やばい。やばい、逃げちゃう。最後のチャンス、最後のチャンス、最後のチャンス。あー、逃げちゃう。よし、スターミー来たぞ。まだ捕まえてないからな。くるくるして。くるくるしたらもう。うわ。来た。さっき何だったんだって感じに簡単に捕まったな。体を回転させて攻撃してくる。水の上を素早く移動するぞ。スターミーに関してはね、道中ちょっと会ったことあるんですよね。なんかモーグル号だったっけ、海底洞窟に行くときに、その道中にスターミーがいたっていうね。あ、痛い、コダック、コダック、いた。そう、コダックもいるんすよ。めちゃくちゃ可愛いやねんか、お前。30? えぐ。いけるか?いった。で、このコダックは、どういうものかっていうと、こいつも同じで、まあ、スターミーを2匹捕まると、現れるらしい。ふかふかと水面に浮いていて、ぼーっとしているのんびり屋なポケモン。キャプチャーの数一番多かったんちゃうか ?31 は多分一番多いで。メタグロス28とかだったけど、こいつが過去1かもしんない。お、タッツはね、クリア後にね、登場するらしいっすね。オッケー。で、シードラもいると。シードラも近くにいるらしいね。見た目はとても可愛いが、水流を吐いて攻撃してくるぞ。ペリッパ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 ー。ちょっと降りてこい。降りてこいよ、お前。ほんまになんでこいつは降りてこんねん。まあ、スターミーと一緒にやっちゃるか。ペリッパーはね、ここの点数が3500点超えると、灯台付近に現れるという話でしたね。まあ、厄介なのは、人手間と一緒に来てしまったということぐらいか。オッケーオッケー。いや、なんとしてもこいつはキャプチャーして、家に帰ろう。ちょ、えぐい。ちょっと待て。なかなかやるやん。やべえ、逃げちゃう。まあ、次の時に回収すれば、いいけどね。あー！オッケー、ペリッパー来たぞ。
でもう一人行って誰やもう一人お前誰やコイキングか、コイキングならオッケー。ちょっと水風船みたいなやめて。行ってもええ、くっそ、もう少しだったな。俺を撃つ瞬間、いや撃つ頻度えぐいな。このいけ、無理、くっそ。いや無理に行ったらワンチャンあるのか。いやでも逃げちゃう、逃げちゃう、逃げちゃう、逃げちゃう。くっそ、ちょ逃がしてたまるか。いや逃げる、まだ逃げる、逃げる、こいつ逃げる。オッケー、こいつペイパーに当たるよりもちょっと他のポケモンに当たってやった方がいいね。これは空飛んでずっと飛んでるからさ、海面に降りてきた時だけキャプチャー可能みたいな感じらしいんですけど、いやこれでも一緒にポケモン来ると絶望だな。これ絶望のペイパーなんだけど、今ちょ別絶望のペリッパー体験してる俺。ちょ待って待って、ちょ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 、いやもう水のそれ、いやもうなんでそんな連続すんのお前。オッケー、今度はペリッパー単体でいけたわ。打つよね。いやどうしよう、あまりの速さにドギモを抜くようなキャプチャーをしないといけないか。いやこっち向きならいいか。オッケー、いやもういやっさ、す、いやこれスタイラー壊れてどうなんの。やめやめやめとこう。よし捕まえよっか。うわタツーも一緒にいるわ。タツーを先に捕まえないときついか。まあ、潜られるんだったら何の問題もねえな。うわぁ、タッツいなかったらいけてたかもしんない。タッツがいなかったらとか言う。ちょっと大きく囲んで。いやぁ。こいつの攻撃を、こうやって回避する。あ、待って、回避の仕方分かったかも。来た。いやマジで苦戦したぞ。なんなら今までで一番難かったまである。空を見上げると高々と飛んでいるが、時々は海まで降りてくるらしい。あ、ラブカスター。オッケーオッケーオッケー。こいつはなんか時間1分50秒以下ぐらいになったらなんか現れるみたいな風に書いてましたね。どんだけ出てくんねこいつは。どんだけ出てくんねん。やべえ、捕まえにくすぎる。こんなにいっぱいいるのに捕まえられない件について、いやー一匹ぐらい捕まえさせてくれ。ナイス、これで十分。あとはまあ気持ち気持ち程度。まあでも一緒に送ってやった方がいいか。言うてもあれだな、浮き上がってから沈むのが早すぎるな。もう、いいんだけどね。かわいいな、ラブカス。来い。来い。ちょっと待てよ。くっそ。こんなんすんだったら。オッケー。く。水中のやつがどうやって逃げてくるの？ああ、そうやって逃げてくるんだ。オッケー。ラブカス同士が集まると、ジャンプ競争が始まるらしい。ああ、なるほど。だから、ジャンプしまくってたの。あ、これ、ホエルコかもな。あ、来た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 。ホエルコは、アズマを2匹キャプチャーすると出てくるポケモンなんですけど、でも、アムスマオは、トサキンと2匹捕まえないと、来てくれないと。いうことで、まあ、これも草原のやつの、あ、なんだっけ、ヤドンとかそういうやつに似てるね。ちょっとこういう風に囲いながらこうやって、何してんのこいつ。こ
こいつの攻撃見える？あ、なんか潮吹き的なことしてたのか。オッケー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 。で、巧みな、あ、何、キャプチャーさばきで普通にキャプチャーできましたよと。体を半分出してぷかぷか移動、水を吹き出す攻撃を強力、攻撃は強力だと。シードラ来た。シードラ、シードラも立つとさっき言った通り一緒で、クリア後に出てくるぞ。オッケー。で、なんか逃げない大きい影がシードラらしい。大きいパターンは、マンタインとかオクタンとかいるんだけど、オクタンは逃げんのかな？地中に逃げてって、マンタインは多分攻めていくんだと思う。それでなんか判別ができるみたいな。勢いよく水の玉を吐いてくる。潜れる前にキャプチャーしよう。潜られる前に。さあ、ということで、ラストのポケモンをね、捕まえていきたいと思います。ラストのポケモン、ここにの洞窟にね、眠っていたポケモンなんですけども、まあ、各地行くと毎回ね、寝て、何もできなかったんですけども、こいつをね、キャプチャーできるようになったんで、キャプチャーしていきましょう。起きてるね、カビゴン。で、カビゴンの、この起きる条件っていうのが、この、ポケモンレンジャーのこの、ホルシティだっけ？じゃあ、なんだっけ、この島。なんたら地方のポケモン図鑑って全部で210あるんですけども、カビゴンを除く、ポケモンを、全部キャプチャーするとカビゴンが起きてキャプチャーできるようになるよと。だから、こいつ以外は全員キャプチャーしたっていう証なんだよね。だからこいつとキャプチャーすると、本当に図鑑が全部埋まるということなんで、頑張っていきたい。何すんの？あー、すごい倒れる時間があるな。のんびりしてるから普通にキャプチャーできそうっすね。オッケー。小田組を感じたね。泡持ってきたからさ。いや、この見た目だからキャプチャーする回数多いかなと思ったんですけど、それこそ40とかね。20だったら全然、コダック以下です。はい。いつも寝てばかりいる、大きくてとても重いポケモンだ。オッケー。来た。図鑑が埋まったという証明ね。ブラウザーが完成した。これ、博士んとこ行ったらなんかあるかな？ちょっと、そこ、ちょっと見てみるか。あ、待って、スターラーにメール受信来たわ。あやてからノッツウェイ。ユニオンからリングタウンのレンジャーベースに緊急連絡が来た。あるレンジャーがついに、フィオレ地方のブラウザーを完成させたという報告だ。びっくりしたよ。あるレンジャーというのは、ノッツは君のことじゃないか。こいつはすごいことだぞ。すぐにリングタウンのレンジャーベースに来てくれ。君の完璧なブラウザーをぜひ見せてほしいんだ。お！本当のエンディングみたいな。なんでこんな各地のリーダーたちが集まっとんねん。モッツォ、この地方でブラウザーを完成させたのは君が初めてだ。リーダーとして君のようなレンジャーがいることを誇りに思う。これはブラウザーを完成させた者だけに与えられる証だ。さあ受け取ってくれ。おお。おお。状態パトロール。コンプリートの証をもらった。最高かよ。みんな来てくれたんだ。おめでとう、ノッツォ。あれ？君はレンジャーに認定して本当によかった。これあれだな、自動手だな。お礼を言おう。ありがとう。おめでとう、ノッツォ。また、先を越されたわね。本当の真なるエンディング。私もあなたに負けないよう、レンジャーの仕事をもっと頑張らなきゃね。このクロワッサンもね、最初はもう、ツンケンしてたんよ。ノッツォ君の凄さ、何かに、例えてみると。台風の夜の、いや、カレーライスの中の、病院行け。なかなか例えが思いつかんほどの凄さじゃ。カレーライスの中の、ポケモンのことをもっとよく知りたいと思う気持ち。情。そしてポケモンたちを慈しむ心。ドードリオ、オニドリル、ペリッパ、エアムド。そのどちらが欠けても今回の大偉業は達成できなかったでしょう。ノッツォ、おめでとう。
こんな一人一人からお言葉いただけたんだっけ？全然記憶にないわ。さすが、ハヤテの教え子だ。お祝いに今度、何かプレゼントさせてくれ。ガラクタじゃなくてな。いやいや、遠慮はいらないぞ。モーグル号はいいものだったけどね。おめでとう。これであなたは、名実ともに最高レベルのレンジャーですね。それにしても、ふふふふ。ハヤテがあんなに喜ぶの初めて見たわ。この度はおめでとう、いや、おめでなんだか僕の方が上がっちゃってみたいで、へへ、おめでとう。私も自分のことのように嬉しいよ。お、マイナンドプラソルが。でも、誰よりも一番喜んでるのはマイナンじゃないかな。ノッツォがまだレンジャーじゃない頃からずっと一緒だったもん、だったんだもん。そうね、最初からついてきてくれたね。ね、マイナ。ははは、かわいい相棒だぜ。よっしゃ。ははは、王女大すぎるな。特に話しないのか。サッカーの選手がリフティングをするように、野球の選手が素振りをするように、ポケモンレンジャーは常にキャプチャーの腕を磨いておくべきだと思うんだ。はい。こういうなんか真なるエンディングが見られるんだったら、なんかあれだね、図鑑を埋めてよかったなって感じはしますね。なんかもう、この自己満みたいなとこあるじゃん、図鑑埋めみたいなのはさ。でもこんなエンディング用意されてんのはちょっと覚えてなかったな。一人一人からおこと、あれ何伸びみたいな人だよ。伸びみたいな。初めて見た、あんな。その伸びも見れてよかったねっていう話よね。なんかキャラクターってじっとしてたらなんかそれぞれになんかこう、アクションみたいなのあんのかね。レジアイス可愛くね。レジアイス可愛くねこれ。この手、ちょん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 やってるの可愛すぎるやろ、お前。それなんな。キャプチャーして良かったポケモン第1位レジアイスなんだけど。可愛すぎるわ。はい、ということでね。これにてポケモンレンジャーの実況を終わらせていただこうかなというふうに思います。まあ、図鑑埋めてなかったポケモン、一気にね、キャプチャーしたんで、どれぐらいの量の時間の動画になってるかわかんないんですけども、最後までね、見ていただけたら嬉しいなと。いただけたらなというか、いただけた方、本当にありがとうございますと。はい、ということで、ですね。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。